太刀を大名おろしにし、川切りをします。きゅうりを蛇腹にし、水に塩、昆布を入れきゅうりをつけます。みょうがを千切りにし、水でさらし、わかめを切り、レモンの皮を松葉にします。太刀を素洗いします。酢を切り盛り付けます。土佐酢をかけます。じゃ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 ーん、太刀の酢のものができました。